こんばんは、でも小林ですけれども、祈る時間ですね、もう少し、10時から始めてまいりますのでですね、あと5分ほどお待ちいただきたいと思います。10時から今日もですね、始めてまいりますので、もうしばらくお待ちください。あと3分ほどですね。もうしばらくお待ちください。祈りの時間、10時からですね、また始めて、まいりますのでですね、あと3分40秒ぐらいでしょうか。ごめんなさい、2分40秒ぐらいでしょうか。はい。もう少しお待ちください。少しですね、1分30秒ぐらいで始めてまいります。はい、今日はアンナさんお元気ですか？元気ですか？元気です。はい、またよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、あと1分ほどですのでよろしくお願いします。Yeah.
ではですね、10時になりましたのでですね、始めてまいりたいと思います。こんばんは。こんばんは。犬の時間、今日もですね、始めてまいりたいと思いますけども、最初に一言お祈りさせていただきます。天皇とお父様、発祥ありがとうございます。今日のこのお祈りの時間の番組を導いてくださっていることを本当にありがとうございます。どうぞ祝福し、神のご栄光をさらにこの時間豊かに表してくださり、祈りを導いてください。そして主が私たちの祈りを聞き届けてくださり、神の勝利が豊かに表されていくように導いてください。イエス様、皆によってお願いします。アメン。はい、ではですね、始めてまいりたいと思いますけれども、改めてこんばんは。こんばんは。こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。はい、海外の方々のためにもですね、はい、ご挨拶をさせていただきました。そうですね、今日も1時間番組でですね、お届けさせていただきたいというふうに思いますけれども、私の名前は手持て小林と申します。はい、半田小林です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ですね、毎週この番組はですね、皆さんリクエストをいただきまして、その祈りのリクエストをですね、一緒に祈らせていただくという企画で行わせていただいております。はい、いろんな方々のですね、リクエストとともに、またこの番組を見てくださっている方々と心を合わせて祈りましょうということなんですね。はい、ということでですね、今日も神様に期待して祈りが応えられることを、いろいろ、そのことをですね、期待して、また祈ってまいりたいと思っておりますけれどもですね、はい、1週間どうだったですかね。そうですね、あっという間に過ぎちゃいましたけれども、はい、そうですね、なんかありました、今週は。一昨日ですね、はい、東京アテ教会でスネルゴイセラピアに、はい、スネルゴイセラピア、よかったですね。はい、はい、はい、うん、どんな感じだったですか。スネルゴイセラピア、スネルゴイって何なんですかね。労働者、労働者っていうことでね、セラピア、癒しですね。はい、特にセミナーしてくださった牧師さんは新井牧師さんですね。先生ですね、はい、牧師ですけどね、してくださってですね、はい、先生がですね、本当にとても素晴らしい、時をですね、持つことができて、ちょっと体調がですね、悪かったっていうことで、お休みされてたんですけども、再びですね、はい、講壇に立っていただいて、本当に、素晴らしい祝福の時をですね、持つことができました。はい、その中でも本当に癒しがね、なんかなされたっていうお話も、されていらっしゃったんですけどもですね、はいはい、それもですね、とっても神様が癒しの働きでですね、用いられていらっしゃる先生なので、本当に素晴らしいなということで、セミナーもですね、いろいろ、なんていうか、やっぱり参考になるというか、そうですね、はい、学ばせていただきましたけれどもですね、はい、そうですね、私は1週間はですね、とてもね、やっぱり、冬の寒さが、ある1週間ではあったんですけども、でも本当に守られてですね、これはちょっとお話しましたっけ、なんかぎっくり腰の話はしたんでしたっけね、しましたっけ、なんかそういうことがあったんですけれども、神様に助けていただいて、そうですね、秋元牧師の聖地式の言葉で、癒されたっていう話をちょっとしたと思うんですけども、冬の間ですね、本当に神様の守りが、与えられてるといいなっていうことでお願いしていて、確かに今週1週間もですね、守られて本当に良かったというふうに思っております。はい、はい、今日はですね、またいろいろ祈っていきたいと思ってるんですけれども、はい、本当に、今日はですね、
ですね、王さんからのですね、はい、リクエストから、はい、お願いしたいと思います、はい、では早速祈りのリクエストです、王さんからの、お祈りのリクエスト読ませていただきます。いつもお祈りをありがとうございます。今日はうちの主人のことを祈っていただきたいのですが、昨年12月中に主人は総合病院で血液検査を受けたのですが、12月下旬に検査結果を聞きに行くはずがいけませんでした。2015年になってから総合病院に行って検査結果を聞きに行くと言っていますが、休みの日になっても行こうとしません。今週中には必ず行ってほしいのです。そうしないと血圧の薬がなくなり心配です。早く検査結果を聞きに行ってくれて、治療に専念しお酒もやめられるようになってほしいと思っています。また主人が検査結果の報告を家族にきちんと話してくれるようにもお祈りをお願いいたしますということでした。はい、ね、はい、病院になかなか行かなかったご主人がですね、行かれるようになったということだったんですけれども、その検査結果をまたなかなか聞きに行けないでいらっしゃるということなんですね、ですからぜひ、検査結果をですね、聞きに行かれるように、ということですね、血圧の方もちょっと大変ということなんですね、はい、はい、お祈りをさせていただきたいと思いますね、はい、はい、天の父様、主本当にありがとうございます。あなたが今日のこの時を与えてくださっていることをありがとうございます。あとすま、この王さんからのメールをありがとうございます。どうぞご主人の体調が思わしくないんでしょうか。その病院にどうぞご主人がさらに検査の結果を聞きに行くことができるように導いてください。そしてどうぞ本当にこの検査の結果を早くお聞きして、そして、必要な対応が体のためになされていくようにどうぞ導いてください、どうぞご主人が本当に、早く病院に行かれるようにどうぞ導いてくださいますようにお願いします、またどうぞこのご主人が本当にイエス様を信じて、さらに神の癒しまた恵みをしていかれるように導いてくださいますようにお願いいたします。また本当に、王さんがご心配されていらっしゃるようなんですけれども、どうぞご主人の検査結果をご主人が本当に、ご家族に報告してくださるようにという願いでありますが、どうぞ主人がそのようにご主人を導いてくださり、また本当に、王さんが主にあって平安のうちに、守られて、また待つことができるように導いてください、お願いいたします。アメン。愛する天の父様、本当に王さんからの祈りのリクエストをありがとうございます、本当にこのご主人が、この、病院に行かれ検査を受けに行くところまで、本当に進んでいくことができましたことをありがとうございます。今2015年になって、このご主人が今度は検査結果を聞きに行かなければならないということですが、どうぞご主人のためらう思いの中に、やはり行こうという気持ちが起きていきますように助けてあげてください。そしてまた、先生から正確なその検査結果の情報を、お聞きした時にも、お医者さんからのアドバイスや適切なるまた治療とかありますならば、その治療も、十分に、その医療技術 を通しても、専念して、早く良くなるということが起こっていくようにも導いてあげてくださいますようにお願いいたします。またその検査結果の一部始終をどうかご家族の方に、伝えることができるように守り助けてください。十分に奥様に、王さんに話してくださり、子どもさんたちにも話してくださり、ご自分の状態がどうであるかということをはっきりと家族の方々が、認識して、そしてまた協力がより強められて、ご主人のお体の回復がますます良い方向に向かって、検査を
という結果になっていかれますようにもお願いいたします。またそのことを通してまたお酒もやめる機会がきっかけとなりますようにも主が働きかけてくださり、お酒からも解放されていくことができるように導き助けてあげてください。本当に主の癒しが豊かにご主人に表されていくようにさらに導き助けてください。お願いいたします。アテント様、本当に今の状態がご支援にまた許されていることもありがとうございます。しかし、主よ、あなたがご支援を導いてくださり、どうぞ今週中には必ず行くことができるように、どうぞ神が助け導いてください。また治療にご支援が本当に専念されて行かれるように、あなたが病院をも私たちに、お医者さんのその医療技術をも与えてくださっていることをありがとうございます。どうぞご自身が本当にその神様が与えてくださっている、その医療を主が用いさせてください。そして、ご自身が治療に専念していかれるように、どうぞまたお酒もやめられるように、どうぞ助け導いてください。主の恵みを表していってくださいますようにお願いします。どうぞお酒も本当にやめられるように、どうぞイエス様を信じ、また祝福のうちに、恵みのうちに、お酒をやめられるようにも導いていってくださいますようにお願いいたします。アテント様、主ありがとうございます。イエス様、皆によってお願いします。はい、祈らせていただきましたね。はい、まあ、神様はですね、ご主人も恵みを与えてくださると思いますのでですね、また期待していきたいと思いますね。はい、次はですね、これは K さんですね。はい、K さんの祈りのリクエストをお願いしたいと思います。はい、それでは K さんからの祈りのリクエスト、読ませていただきます。はい、お願いします。昨日祈りの時間でリクエストをした経営です、というのが先週ですね。はい、はい、そうですね、先週ですね。今日はお祈りいただいた検査の日でしたが、なんと中止になりました。急に母がひどく、熱発して薬が飲めないアレルギー体質なので、回復するのを待って改めて23日午後に検査をするようになりました。はい、また近くなったらお祈りいただければ幸いです。とりあえずは中止になりました。どうもありがとうございました。病の癒しのためには続けてお祈りください。よろしくお願いしますということです。はい、ということですね。はい、今日は13日ですね。はい、そうですね。23日午後ということで10日、あと10日後に、ちょうど10日後ですね。伸びたというような感じですね。はい、はい、まあ、アレルギー体質、薬に対してですね、まあ、回復されていかれるようにぜひですね、お祈りしたいと思いますけれども、同時に、その病の癒しのために続けてお祈りくださいということなんですね。はい、はい、じゃあ、祈らせていただきたいと思いますね。はい、はい、天のと様、主よ、けさんのこのリクエストをありがとうございます。主よ、主がこの お母様を、主が助け導いていただくことを信じてありがとうございます。と様、発熱されたということなんですが、どうぞその薬に対してのアレルギー体質が速やかに回復していくように、助け導いてください。特に、どうぞお願いいたします。あなたがお母様を助けてくださり、どうぞ体質が変えられていき、この速やかに回復していくように導いてください。また、どうぞ検査ができるようになるように、23日の午後に速やかに、検査ができるように助け導いてください。どうぞお願いいたします。アメン。天道様、本当に検査のお母さんのためにお祈りの時を今日も導いてくださりありがとうございます。どうか23日の午後に、この検査を、受けることが無事できますように、
助けてください。どうかそのアレルギー体質が起きないようにしてくださり、またアレルギー体質から解放されて検査が無事に十分受けることができるようにしてくださいますようにお願いいたします。どうかその、この膀胱に影があるということだったんですけども、それが完全にまた癒されて、お母様が本当に元気に回復されていかれますように、検査結果も異常がないという状況が出るほどに癒しが起こっていきますように、どうかこの23日の日守られて、検査結果が全て受けるべき検査が受けられて、健康な方向に、本当に向かうことへと導いてくださることをどうかお願いします。今回熱が出てしまって検査が受けられませんでしたが、このことが許されたことも感謝いたします。このことの裏にまた最善なるあなたのご計画が表されることを信じて、どうか主がその御手を表してくださいますようにお願いいたします。どうぞ本当に主の癒しが豊かになされ、アレルギー体質からも本当にお母様が解放されて、検査を受けられ、また病がはっきりと癒されていくように主が導き助けていてください。お願いいたします。あてのお父様、どうぞ主をお願いいたします。本当に、この癒しをお主が与えてくださいますようにお願いします。特に膀胱の部分を、の影をどうぞ完全に、癒し、あなたの見て動かし、あなたの栄光豊かに表せてください、うん、はっきりと癒されていくことができるように主が触れていてくださいますようにお願いいたします、うん、ですね、じゃあ皆さんの言葉でですね、はい、ぜひ祈ってみていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。天の父様、どうぞ主が勝利を表してくださいますようにお願いいたします、うん、天の父様、どうぞ豊かに癒しをなしてください、うん、聖霊様、どうぞ豊かに働いてくださいますようにお願いします、うん、イエス・キリストの御名によって、今朝のお母様をイエス・キリストの御名によって癒されよ、うん、イエス・キリストの御名によって癒されよ、うん、天の父様、十字架の血を持って私たちを追ってくださり、うん、今朝のお母様を完全に癒してください、うん、イエス・キリストの御名によって病の癒され、イエス・キリストの御名によって癒されよ、うん、お父様、どうぞ主の栄光を豊かに表してください、うん、またアレルギー体質をイエス・キリストの御名によって変えられよ、うん、イエス・キリストの御名によって、回復せよ、うん、天様、どうぞ主の恵みを豊かに表してください、うん、イエス様、皆によってお願いします、うん、アメン。はい、ということですね、はい、ちょっとですね、映像が難しくて、はい、声がですね、のみ出ているような状態があるようなんですね、うん、はい、ということなんですね、はい、そうですね、もうちょっとだけですね、うん、こちらで調整をしてみたいと思いますのでですね、はい、少しですね、音声がですね、音声だけが出ているというような状態があるみたいなんですが、少しですね、ちょっと調整を、うん、してみたいと思いますのでですね、はい、少し、音声と動画はちょっと途絶えるかもしれませんが、はい、よろしくお願いいたします。はい。